なんだケイオス、買い物は終わったのか。いや、リュランダルの方で事故があったから、こっちは状況はどうかと思ってさ。事故だって？どうせまたチビ旦那が悪さしたんだろう。いつものことなんだ。気にすることなんかねえよ。やあコスモス、あれ、シオンはいないみたいだね。シオンは現在デュランダルで発生した異常の原因を調べるため、デュランダルのブリッジへ行っています。私は調整作業が再開されるまで待機中です。買い物の確認に来たんだけど、何が欲しいかもう一度教えてくれないかな。あ、できればシオンが欲しがってたものも教えてもらえると助かるんだけど。わかりました。以前の会話データをリプレイします。買い出しか。うん、あ、そうだ、カレー粉が切れそうなのよ。補充しておいてもらえると助かるわ。シオンはカレー粉だね。了解。カレー粉、刺激的なのお願いね。ケイオス、私も物資補充をお願いしたいのですが。うん、構わないよ。食器類、特にカレー専用皿の補充をお願いします。現在のストックでは人数分を賄うことができません。コスモス、あなたまた皿洗い中に割ったのね。あれほど出力の制御には気をつけなさいって言ってるのに。問題ありません。許容範囲内の損害です。そういう問題じゃないでしょ。リプレイ終了します。楽しんでいただけましたか？なかなか面白い機能だね。ありがとうございます。あれ、ケイさん、なんだ、物資の補給は終わったのか？いえ、ちょっと頼まれたものを忘れちゃって、もう一度教えてもらおうかなって。忘れるも何も、俺は何も頼んではいないぞ。あ、そうでしたっけ。ああ、特に必要としているものはない。あの、モモ、フライパンが欲しいです。かわいいフライパンをお願いします。そっか、そうだったね、モモちゃんはフライパンと。忘れちゃ嫌ですよ。この奥にシオンの部屋があるんだけど、シオンはコスモスの調整中だから部屋にはいないよ。じゃあここにいてもやることはないみたいだし、買い出しに行ってくるよ。あ、悪いな。Thank you.
それじゃあ買い出しに行こうか。それじゃあ買い出しを始めようか。欲しいものっすか？そうっすね、なんかうまいものが食べたいっすね。最近なんかカレーばっかり食べてるんで体が気のくなりそうっすよ。あ、これはシオンには内緒っすよ。これで全部揃ったかな。結構時間かかっちゃったね。じゃあエルザに戻ろうか。それはももちゃんだね。それにあの人はロボットアカデミーの博士だ。何か揉めてるのかな。ここからじゃ遠くて会話が聞こえないし。あ、博士が帰るみたいだね。じゃあちょっとももちゃんに見つかりやすい場所に。これでいいかな。あとはももちゃんがディスクを拾ってくれれば OK だね。あれ、ジュニアはいないの？チビ様でしたら今犯人探しの真っ最中ですわ。張り切っとったから当分戻ってこんと思うよ。ジュニアが張り切ってるって聞くとなんか微妙に不安な気持ちになるね。店長、作業ははかどってる？全然だよ。マザーフレームの異常とかでこっちの作業もストップだ。今状況確認するためにももちゃんにデュランダルまで行ってもらってるっすよ。そうか、被害はここまで広がってるんだね。どうしました？いや別に用事はないんだけど、シオンはまだ戻ってきてないのかい？はい、まだ戻ってきておりません。422 423 424。ジギーさん、それ何の数なんですか？ん？ケイオスか？いや、別に大したことではないんだ。